はい。皆さん、こんばんは。えー、今日もね、こんばんもお、あだちゃん、配信をしたいと思います、えー。今日はですね、ちょうどあの、昨日、おとついかなおとついから昨日までかなあの、アメリカのエスパー,あー、国防長官が日本に来ていまして、安倍総理とも、それから岩屋防衛大臣とも会談をしました。で、当然今、最大のトピックは、えー、ホルムズワン、 であります。で、ホルムズ、あ、ホルムズ海峡ね。ホルムズ海峡。で、ホルムズ海峡についてはね、あの、ここにちょっと、これまあ別の記事、まあ同じ地図ですけど、まあ要すれば、あの、ホルムズ海峡ってここですね。これイランです。で、ホルムズ海峡で、このホルムズ海峡の中にペルシャ湾があるわけですね。ペルシャ湾。で、その外、えっと、ホルムズ海峡の外側にオマン湾、それからアデン湾ってこうあるわけです。 で今でも日本は海賊対処法という法律に基づいて、海賊対策としてこのアデン湾には自衛隊が派遣をされています。で、その、ま,あ、まだ政府として正式発表されてないと思いますが、まあ、報道されているところによると、今すでに海賊対処法に基づいて、このペルホルムズ海峡からはまだ距離がありますが、 このアデン湾に派遣されている、ここに海賊対処法に基づき、自衛官、海事の、海事艦1隻と、哨戒機2機が活動していると。で、これをこのままこっちへ動かしていく。で、ホルムズ海峡の外で活動するようにすれば、ええー、まあ、イランを、まあ、長年友好関係にある、イランを刺激しすぎることなく、かつ、 ま、アメリカに対しても、ま、有志連合をね、有志連合組みたいと言ってるアメリカにも一定の、ま、配慮ができるんじゃないかということで、え昨日から今日にかけて、え報道が盛んになされています。で、私もね、この日本は、あの、単にアメリカに追随していくだけではなくて、イランとの関係も、あの、重視せなあかんと思います。え6月に、 え、安倍総理が、あの、アメリカとイランの喧嘩している中の仲介役として、6月にイランに行かれましたね。まあ、参院選の前でしたが。で、今度また9月の国連総会にもね、安倍総理はその機会にも、イランのロハニ大統領と、えー、まあ、再会談するというような報道も、え、あります。したがって、まあ、両方に目配せしていくことは、 僕はあの大事だと思いますから、とりあえずの対,対応、とりあえずの対応はですね、この本にも実は、これ実はあのごめんなさい、あの、今日届いた新しい私の著作です。映るね。で、これは22時から発売、書店に並びますし、Amazon に並んでますが、ここにもね、私書かせていただいたんですこの本の180ページね。 結局、あのー、日本がアメ,リカとアメリカとイランの仲介役としてやってることは別に日本のためにやってるんじゃないですねいや。もちろん日本のためなんだけどそれは日本の国益のためなんだけどそれはアメリカにとっても日本がイランにパイプがあるということはアメリカにとっても実はプラスなんです。 だからしっかりと日本は自分たちのそういう持ってる政治資産。政治資産です。政治アセットです。そういう政治力をやっぱりしっかりとアメリカに説明をしてですね。あの、なんか逃げ腰でここにいるんじゃなくて、逃げ腰でここに留まってるんじゃなくて、日本はこの概要に留まっていることが実はアメリカのためにもなるんだということをね。 しっかりと議論をしていかなあかんとこう思ってます。ただね、あのー、今議論されている、あの、これまた本にね、ちょっと書きましたが、今,今議論されているのは、あのー、二つの方法があります。これは、あのー、いわゆる自衛隊法に基づく海上警備行動ということでね、これは、あのー、防衛大臣が、 えー、防衛大臣が、海上警備行動であれば、それは、ああ、日本、えっ、ー、と、安倍総理が承認すれば、自衛隊は、あの、いけます。ただ、そこでできることは、あの、日本の単価を守るだけです。じゃ海上警備行動で自衛隊派遣してね。いや、日本の単価じゃないんだけど、 僕のタンカーが何かやられてる時にいや隣にいるけど知りませんっていうようなことが本当にこれできるんでしょうかと。からもう一つ議論されているのはまさにここに出ているね海賊対処法に基づく出動。でもそれをやると相手は海賊じゃないと対処できません法律上は。だからやっぱり非常にその制約が多いんですね。 だから今ニュース見てても政府与党から聞こえてくることは、いや制約が多い、制約が多いっていう。それは戦略的にアメリカとの関係、イランとの関係、日本の国益を最大化するために、その制約を利用してるならまだいいですよ。でもその論理って、あの、一国平和主義で、あの、とにかく自衛隊は個別的自衛権しか認めない、 と言ってる憲法改正を許さない憲法9条は個別的自衛権しか認めないと言ってる無責任野党たちとほとんど言ってること一緒だと思うんですよ僕は。だから当面の対応として政府・与党が言ってるようなことでも構いませんがかつ戦略的にそれが有効なのであればいいけど憲法が制約してるからあるいは特に法律がないからと言ってやるべきことをやらないようではね 私たち立法府の責任は果たせないと思ってます。だから例えばここにいますと。ね。その時に日本のタンカーがこのペルシャ湾で攻撃を受けた時に、やっぱり日本はこの中入っていかないんですかと。あるいはこの外で、このオマーン湾でやっている時に、日本以外のタンカーが攻撃受けた時はもう指一本触らないんですかと私はやっぱりそれではね、 えー、国際的な責任は果たすことができないと思うのでやっぱりあのこの本に書いてあったかなあのえっ、ー、とその海賊対処法ではなくてですねあのタンカーのタンカーの安全確保法案法っていうのをねあちょっと本にはまだ書いてなかったかもしれないけど、えー、そういうものをね、えー、作って あの、しっかりと対応していくべきだと思っています。まあ今日はあの、この議論、国会でしっかり議論すべき。要すれば現行法の中で、やることがベストなのであれば現行法の中でやればいいけど、もし法律改正してでもやるべきことがあるのであれば、法律改正にチャレンジをすべきだと。自衛隊法の改正、あるいは単価、 えー、安全確保法っていうものを作るべきだということをね、まあ、私個人の考え方ですがお伝えしていきたいと思ってます。もちろん臨時国会が始まれば、党内でも議論をしていきたいと思います。この本ね、もう大変面白い。僕今日ね、事務所に届いたから自分で読んでたんだけど、へえーって言ってね、いやいや、またこういうと傲慢とか言われるけどねいや結局ね。 全部あの、いつも思って、あの、こう自分で書いたことでもね、そうだよな、とか思うことってたぶん、たくさんあるんですよ。で、この本は、あの、安全保障から社会保障まで、皇室から靖国神社まで、あの、様々な、あの、広い問題についてね、国会という茶番劇、維新が開く日本の新しい政治ということで、えー、世に通っていきたいと思ってます。 この前書きにも書かせていただいているように、えー、本書ではね、皆さんが期待するようなアホバカなどのバリ造語の類は全く、いやちょっとは出てくるんだけど、いやちょっとしか出てきませんと。ね。新しい国会、新しい政治、新しい日本を作りたいとの僕の思いを綴ることができたように思いますと書かせていただいてますが、まあ現時点で、 参院選に前後して私が考えたことを全部書いてありますからね。ぜひ、お手に取って、まあ、950円です。ね。昼飯、昼飯、晩飯、一回分です。まあ、飯は食べる必要がありますが、ぜひ、お手に取ってお読みをいただくよう、いただきたいとお願い申し上げて、今日のあだちゃんとさせていただきます。えー、お疲れ様です。おやすみなさい。